今年入ってからどうなんですか。まだ甘いけど、まだ11万負けてれば私も同じぐらいなんです。まあ大幅には負けてないけど、10万ぐらい。汚くなるからでしょ。まあ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 、だってシャワーお尻に入れるじゃないですか、寝る前に。もうその時点で、ね、多分あのシャワーがうんこまみれになっちゃうから。もうありがとうございます。あるよ、ここに。うつ災害は他あります？ないです。あ、じゃあバイオ行きますか。取れるかな。リセットだけ取って移動してもよくない？そうですね、確かに、うん、朝市当たりやすいですしね。そう、じゃあバイオからスタートします。だって私朝市から勝手に5000枚出たから。あ、リセットで当たって多分。さあ今回も始まりました、ド S 女のド M スクールでーす。新年一発目、はい、おめでとうございます。もう時は過ぎて1月とも後半ですね。終始はどうですか。負けてます。安定の。私はもうちょっと負けてるんですよ。だからあんまりあの調子良くなかったですよね、前、まあ、去年の。てか勝ったことあるじゃん。あ、2回ぐらい勝ってなかった。あれ、私は勝ってます。勝ってる。私全部負けてる。いいの引いてるのに負けてるっていうのがこの番組のあるある。確かに1回目がね、そうだ、総天性とフリーズ、そう、引いて乙女引いて負けたっていう2人とも。そうなんだ。そう、さっき悪かった回がありますね。そう、私1回も勝ってないんで、ちょっと今年一発目勝ちたいんですよ。したいっすね、もう台は取ってますけどね。はい、バイオ。はい、でもバイオでのいい思い出はめちゃくちゃあるっていうのは、ね、そう、1回しか打ったことなく、初日導入日に1回だけ打って一瞬で5000枚出て帰ってったっていう、うん、で、あ、その後それから打ってないから、うん、1回もいい思い出あるってことで。そう、だからきっとテレビジョン見えてるんで。いや、今日クソクソ言わないよ。言わない、言わない。が見たいですね。大好きの、言わないし、バイオ大好きなかなかないですけど、言わない。いや、もうなんだこれって言わないように、ね、言わないぐらいの結果を出したいです。そうですね、2人でね、しかも、うん、いい台だったらいいなっていう。そう、そうですね。今日なんかね、月も噛み合ってればね、ちょっとね、周りがざわ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 っていうか、最初朝でね、いろいろと話朝が下ネタばっかり話してますから、ね、まあ、フィオニーさんの写真集しっかりね。あー、そうね、なんかモザイクのね、あの、そう、スタートで朝おはようございますじゃなくてね、もうどうしたんですかフィオニーさんから始まったんで、ちょっとね、まあ、写真集の話はおいおい、ね、実践中にいろいろ聞いていきたいと思います、はい、というわけで寒いんで、はい、中入りましょう。頑張りましょう。今日は勝ちます。頑張ります。じゃあ打ちますか。いきますか。というか私初日に打って以来一回持ってないから全く覚えてないや。基本前のバイオと一緒変わらない感じだった気がするんだけど。そうですね、そうですね、前のバイオとちょっと似てますね。基本その、そうね、6号機のやつね、ゲーム数で設定が入ってるとそのパニックゾーンに入りやすいんですよ。あ、そうだよね。これ天国とかあったっけ。あ、あります。天国あります。そんなことすら覚えてね。天国は100ゲーム以内でしたね。すぐ早くない？14ゲームで1ゲームから50ゲーム以内で全中来る時もありますね。確か私もそんな詳しくないんですけど、うん、でもこの間なんか6っぽい台打ったって言ってたよね。はい、若干打ってはいます。あ、来ましたね。こっからこれが前兆ステージっていうか。そうですね、前兆ですね、はい、前兆ステージですね。番長というところの特訓的なやつですね。はい、私はチャンス目からはダメでしたね。でこれ枠の色が赤くならなきゃダメなやつだよね。そうです、そうです、そうだよね。基本黄色、まあもう行かなければ枠上がなければその白オーラの方が白度が厚いもんね、はい、でもどうせ上がるんですよ。どうせ青にはなるから上がっちゃうんです。で黄色で止まるんですよね大体。そうだね、はい、あのモンキーターンも大体そうだから。セリフとかでも結構分かりやすいっていうか。確かに。わあ、私すごいめっちゃ引いてるじゃん。似てるんですけど、まあ、なんかもったいないですね。今じゃねえよって当たってる時にゲーム、まあ、欲しいですね、うん、まあ、もちろんパニックゾーンに入る可能性はあるんですけど、ほぼ入らないと思ってるんで私は。
青から一切上がりません。逆にね、もう黄色にすらいかない。そっから急に赤になるパターンとかあるんですけど、うん、そのセリフはきつい、やばいね、きついですね。まあそれきついですね。あ、それはダメです。もう絶対当たりませんよっていう。星2でした確か、はい、うん、ダディーラを倒す。だいたいセリフが赤だったりとか、確かにね、チャンスアップがあったりとかするんですよね、うん、じゃあこれリセットはしてんのかしらね。どうなんでしょうね。昨日のやむゲーム数が分かんない。302終わった後に、あ、プッシュボタン、これ多分デフォです。まだそこまで解明されてないんですけど。あ、まだ解明されてないんだ。もう結構経ってるけどね。はあ、確かに、確か、うん、あ、気持ち引いた。一応定格でも 40% あるみたいだから、通常でも1から6で同じだし。 これが、はい、人造湖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 。私これ行きますね、とりあえず、うん、リセットかかっててもリセットかかってなくてもわからないですもんね。行くとこですな、これは。2ゲームしか回しとれないから、はい、出た 40% も外しやがった、この野郎。わー、ただ降格いっただけだわ。これもう一回引かなきゃいけないの。天国だったらいいな。じゃ天国だったら当たるって当たりますけど、私も100で結局行ったわ。 あ、 行きました。だから私多分リセットしてるのかな。じゃあ550ですね、次皆さんと会うのは。パニックゾーンで当てるかもしれないじゃん。確かに、うわー、合格の弱チャンス目だ。あ、40いっぱいあるわ、合格の弱チャンス目。何気に一回見たことあるけど何も覚えてないわ。でもこんなんじゃなかった気がしますけどね。だからいろんなシリーズあるんじゃないの。これビレッジっていう、あー、そうなのですかね、っていう村の話なのか。だって前回と全然違いますもんね。でもかわいそうですよね、なんか。あ、チャンスゾーン、もしこれ当たって後に回されるのかな。緑文字だ。あ、結構いいですよ、いいですよ、いいですよ。これいけたんじゃないですか。どうでしょう、白から上がんなきゃいいよね。そう、このですね、このままを保て。もう一回ぐらい緑、ね、緑系のなんか煽りがあったら。黄色です。あ、いった、これはいけましたな。これはさすがにね、はい、そっからどうやって何が来るかが結構大事ですね。これは多分いったと思います。左の人だとやばいってことだよね。おめでとうございます。さあ、ボーナス的なチャンスの的なものが当たりました。はい、まずは、ね、ボーナスという名のチャンスのみたいな、はい、うわ、うわ、気持ち悪いって言っちゃった。気持ち悪いね。ちょっとさすがにこれはちょっとリアルすぎません？赤ちゃんは良くないよ。あー、なんかどうしてそうなっちゃったんだろうって思っちゃいますね。感染しちゃった。あ、でかいでかいでかい、急にでかい。怖い。なんかこんなんで作られたんじゃないですか。気絶するよね。うわ、怖い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 。140。あー、でもかわいそうにね。そういう世界観なんですかね。 5,000円ですね。はい、まあ、ここ入らないとクライマックスバトル入らないといかないですから、基本 AT。 そうだよね、はい、パニックだと直撃もあるんですけどね。で、こうやってで誰が選ばれるかです、この次に。表示引いた今多分もしかしたらこれでもこれで今上がってる可能性もありますね。さすがに昇格してるだろう、はい、前私引いた時、うん、その後の次のゲームでなんかもらった、なんかもらえた気がするんですよね。さすがに感覚的にはなんかもしかしたら来るかもしれないです、ここで選ばれる。あ、でも弱い。嘘でしょ。でももしかしたらその後昇格するパターンもあるんで。
はい、ま、次からですね。あ、やっぱ、もう大丈夫です。当たってた、はい、さっきの多分強制リーで、さすがに強制リーが勝つとか終わってるもんね。まあまあとりあえず当たったんで、当たったんでこれ伸ばすしかないやつね。そうです、5000枚出ないからこっから。ゲーム数が、ゲーム数があの最初初期ゲーム数まず決めてから、うん、そうだね、AT ですね。で、7揃えば必ず分裂するやつだよね。あ、そうですそうです、あの増殖増殖みたいなブーンってなるやつ、はい。でなんかその上位じゃないですけど、ゲーム数がめちゃくちゃ乗る2人でなんかダブルで乗せてくれるものもあったりします。私は準備中に強チャンス目引いてそこに行ったことはあるんですけど、うん、基本50ゲームぐらいで終わりますよね。50ゲームとか50ゲーム60ゲームとか。おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱ向いてるのかもしれないわこの台、もっと打っとけばよかったな。今日からやっぱり今日から打ちますよ。よし、こっからですかね。でもそう、初期ゲーム多く欲しいですね。平均100くらいあるはずなのにね、なんか意外とむずいよねここ。いやむずい、5ゲームとかでやっぱ、ね、もうほんと終わっちゃうんで。おい、なんも出ない。レアコとか引きたいですね。それとかナーナーだよね。あー普通何にもナビとか出ないね。あ、本当だ。え、嘘だよねっていう少なさなんだけど。そうなんですよね。あ、あレア役、あでもなんで左やねんっていう。本当に。あ、これで、え、いや、これで増殖ブーンっていくパターンありますよ。あ、行きましたね。さすがに強烈吹いてますからね。おお、いった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 。もう一丁行け。10なんででかいですね。おお、まあまあまあ。でもまだ平均いってないぞこれ。85だもんな。うわー一発で終わらした。少な。ああ最悪。少ない。今日連絡引いてるのに。純増枚数がやっぱ少ないんで。そう、どうにかく乗せていかないと。はい。2.5 枚ですね。でボーナスもないからね言って。あレア役じゃないですか。うん、超大事。ここで開いてくれたら開け。よし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 。これであの、うん、ナイトオブファイヤーね。オブファイヤーやつね。はい。これ超大事ですね。あれめっちゃ引きまくったそういや。この間でその時にどれだけ伸ばせられるかで。そう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 。ね結構難かったよね、ただこのナイトオブファイヤーが。そうですね、あのパーセンテージがあって確か、うん。これ赤じゃないときついんじゃないですか。そうなんだよね。カットインが。やばい、あと2ゲーム。継続率によって変わってきたりしますね、確かね。もう見てわかるよね、継続率やばいなとか。 音が変わりますね、確か。いやー、これ、行ってほしいなー。あー、おかまだわかんない。おー、シュ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 。あー、カットインください。ここでカットイン出ない。あーでもビル引いてる、うまい。あーあーいいんじゃない。赤来た来た来た、しかもこれ近く。おめでとうございます。イエーイ、いた。ここでライトファイヤー。ダサいよねライトファイヤー、完全にパラパラライトファイヤーだよね。そっちの方はやっぱ頭に浮かんじゃいますもん。 それを取ったんだろうなって思う。あーパーティーピーポーみたいな感じですかね。リプレイとレア役が大事です。ああ確か。あ、大丈夫です。で、リプレイ今引いて。絶対落ちないもんね。ケイシロ、ケイシロね。うん、ほら、青いから。はい、リプレイ。で、これでレア役とか引いて、なんかその、もう一回で乗っけられるよね、確か、最後の。あ、そうです、そうです、そうです。あるよね。あります、あります。みたいなやつ。はい。この次からがね。あ、リプレイ引ければやべえ。
ナビ出ちゃう。ケイロ君は最低でも 60% ありますね。 60%、65%、これがね、終わるのよね、すぐ。あと 90% のこの4種類ありますね。終わったよ、見て。あ、平均は大丈夫です。リプレイか、これ。これ5とか言ってて、言ってきちゃうから5とか。お、これはどうでしょうね。あ、これ多分 60% だな。明らかに違うもん。はい、チャンス、リプレイ引けましたよ。リプレイだと 40% で、そう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 、だから2回は引けたよねっていう。はい、おっと、追撃が。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫。あ、しかもこれ増殖、紫なり増殖しますね。はい、やっぱうまいな、これ。向いてんな。向いてますね。私だって2枚目ですよ。え、はい、本当だ、もう2枚目です。あー、お、あー、いいよ、いいですね、やっぱ向いてるんじゃないですか。本当、これだけ打ってれば私負けないのかな。私も今言おうと思いました。いつも負けてるから。おー、リプレイ、まあ、わかんないですよ。ちょっと倒れてるよ。わかんない、わかんない。この人倒れてるよ。いやー、もうわかんない、わかんないです。あー、青い。ナビ出るなって、出るなっつうの。よし、リプレイ。あー、あー、ダメだ、終わってしまいました。まだわかんないです。あ、あ、これだ。結構あるんですよ ね、そういうこと。追撃欲しいですね。おー、きたー。これ3ゲーム間 の、 あの ST 式の5セット目だから入ったのか。ここで、そう、これがやれればいいんだよね、はい、そう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 、思い出してきたぞ。プリャーンって、うん、打ち抜いてください。多分最初は大丈夫だと思います。最初は大丈夫、はい、ゼロゲームで終わったことはないです。ないです。ただ10はあります。はい、 ST なんでいくらでも続けられますよ。そうなんですよね。おー、いいっすね。リプレイだよ、リプレイ。ここも、まあ、ベルでもね、いい気持ちいい。でもこれ絶対強弱あるよね。ベル引いても一生ダメな時あるじゃん。もうプワーンってなる時もありますし、めっちゃベルで行ってくれる時もあるし。あー、やばい。うわ、まあ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 、まだありますから、もう一回。そっかそっかそっか、はい、まだいける。あ、あ、このリプレイが効いてんじゃない。継続率もいいかもしれないですよ。でも青と赤がね、出るね、確かに。60じゃないのかもしれない。楽しそう。こういう台だと思ってます、私は。いやいや、これです。初打ちがこれだったんで、現実これですって。あら、ちょっと怖いですね。一応緑だったんだけどね。リプレイが引けないわ。あ、プラス100ゲームで止まってきたな、これ。あ、リプレイ、どうどう。ああ、いいですね。継続率いいかもしれないですね。さすがに良さそうかな、これ。まあ、でもリプレイ引いてんだよね、いつも。そうですね、もう 40% も書き返してるんで。もう一回なんで、レアクとか引いて追撃来たら200ゲームぐらいは乗る可能性が。あっ、あった、増殖。そうだ、なんでね、通常時のレアヤクよりやっぱ AT 中のレアヤクの方が嬉しいんですよ ね、 あとあのボーナス中。あ、そうですね。本当パニックゾーン全然来ないんで、うん、来たとしてもじゃないですか。来たとしてもさっきのあれでしょ。そうなんですよ。で、結局またクライマックスバトルに行くだけなんで。そっか、パニックゾーンからクライマックスバトル行ってさらに AT 行かなきゃいけないから、だったらもうクライマックス先に引いてからの方がいいよね、そりゃ。はい、うわ、
あーいい、まだだ、今日はちょっと校長の動きが違います、やっぱりいつもあやっぱ年変わって引きもかあ、あ、固まってる、うわいいっすね、気持ちいい、 10連目しましたよ、11連目確定、ナイトファイヤーって言いますけどいらないときに2個もリプレイ引いた、おーいいですね、いいですね、200いっちゃうじゃないですか、これがやれればいけるね200、はい、まあ、初回は気楽に消化しよう、15セットいけば200いくな、これ頑張れ、なんか行きそうな感じですけどね、めちゃくちゃ乗りそうな、やばいよナイトオブファイヤー、10で終わりそう、あーあーあー出たー、15セットいくしかない、まあまあね、まだまだ分かんないんで怖い、ここであのパラパラの音楽、ね、流せばいいね、流してほしかったですねテンション上がりますよね、確かに、ちょ世界観変わりすぎちゃうんで、確かに急に、でももうその頭しか多分みんなないと思いますけど ね、 そうだよね、あ本当に終わりました、あ145ゲーム、はい、初期ゲームよりよっぽど多かったなかなかやれないですよそこまでなんか一応私聞いてたんですけど、誰もカメラ撮ってるのかな、知らんけど、まあいいや、撮ってる撮ってる、おおー、びっくりした、青いこと頑張って、90%ね、90%だから、だから収支管理アプリ、ピーマネー登場、ピーマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載、私たちもナビゲーターとして活躍中、皆さん、ダウンロードお願いします。